あー聞くなこれ。桜綺麗ですね。いやまあね、はい、たまにはこういった花見的なところからね、ダサテビをお届けしたいなと。もうちょうどね、一段落もしたところです。そう、まあみんなね、多分ダンスアライブのこの間の終わったね決勝大会を見れるんじゃないかなと思ってると思うけど、はい、いやいや、そんなねすぐ編集できないから。全国各地でうごめくダンサーたち、活躍の場は徐々にではあるが拡散し始めている。今夜は未公開映像満載、ダンサー TV 特選絶品蔵出しパフォーマンススペシャル。ではまず紹介するのはギャッツビースタイリングダンスコンテストですよね。おー、はい、いきなりそれ行く、いきなりそれ行きますよ。確かにね、コンテストの内容をね、結構だいぶお伝えしたと思うんですけど、他にもね、決勝大会なんかは、ゲストダンサーとかがね、実際来てて、もうね、鼻血もんですよ。やはりゲストダンサーのね、こううまっっていうね、ダンス、ぜひ見ていただきましょう。では、とくと見上がれ、ゲストパフォーマンス、Here we go!番組 MC カリスマカンタロー、アジアの学生に捧げたハウスダンス。日本含めアジア7つの国と地域が参加、学生チャンプを決めたギャッツビースタイリングダンスコンテスト、カリスマジャッジを務めたんですが、ダンスも披露しました。大拍手もらってましたよ。今までお茶目な彼しか見たことがない皆さん、これが本当のフィッシュボーイなんです。世界レベルのダンススキルととぼけたキャラクター、今やダンサー TV には欠かせない存在です。
注目する超絶ポップマシーン皇帝仙人。ポップダンスの中でもアニメーションと呼ばれるスタイル。しかしジャンルにとらわれない独特のダンスが売り物。心してお静かにご覧ください。した時はスタンディングオベーションだったそう。納得ですね。理屈抜き、自然と溢れ出るダンスが新庄。オーバーフロー。5人組のヒップホップダンスチーム。メンバーの個性はバラバラだというが、人数を生かしたチームダンス。スピード感あふれるタイトなパフォーマンスは見るものを圧倒。番組はソニーミュージックと御覧のスポンサーの提供でお送りします。絶品蔵出しパフォーマンススペシャル。続いての絶品パフォーマンスはお隣韓国からギャンブラーですよ。ギャンブラー見せたの？ギャンブラー見せちゃいますよ。ついに、はい、もう全然ポンと。いやあれね、衝撃だったからね、俺正直、はい、俺ほら行ったじゃん。で、ギャンブラーがまさかね、取材できると思わなくて。そうっすね。いやもうね、すごいよ。とりあえずね、世界一のブレイクダンスとくと見ようって感じだね。知らないやつはもう、ほんと、うん、ダメですね。ダメダメダメ。ということで、ギャンブラー乾杯。世界一と歌われるブレイクダンス、ギャンブラークルー。まずはラッシュのムーブから。全体重片手で支えて回ってます。続いてヌードル。韓国は勝負的なヒップホップもすごいが、地道で骨太なこうした連中がアンダーグラウンドでストリートなシーンを支えているのだ。ブラスト。ダイナミック、難なくこなしてますが、とんでもない筋力があってこそです。チームワークも見せるぞ。誇り高きクルー、ギャンブラー。
世界大会バトルオブザイヤーで昨年優勝したばかり。一人一人全員好きなし。チームは2004年の世界大会でも優勝しているので、頂点に君臨する息の長いチームであると言えるのだ。続いてポップ、右手がやばいぞ、要注目。すごかったなこれ。絶品蔵出しパフォーマンススペシャル。なんか続いてのダンスイベントは、はい、大御所が一堂に会した、うん、もうよだれ垂れ足まくりのダンスイベントらしいじゃないですか、ね、いやあのストラッドって言ってね、はい、これまたあの超ねアングラ、はい、はい、俺行けなかったんですよね。アングラだけどもうフォローヒップホップ昔の仲間たちが集まって、はい、知ったを貸し切ってねやったパーティーなんだけど、もうヒップホップがほとんど、はいはいはい、でも同じ世代の仲間だったりとか先輩後輩もあるんだけど、はい、そのヒップホップというものを通して、仲良くなってた軍団でこうやってきたっていうダンスイベントをね、はい、ここメンバーみたいなすごいですね。その模様をね、うん、やっぱりここのクラブになかなか行かない子たちにちょっとお届けしたい、うん、そうですね。ヒップホップ系の新旧ダンススターがずらり勢ぞろい。現在3名で活動中のトリプルエキストララージがオリジナルメンバーで登場するなど夢の同窓会となった。ちなみに主催した仕掛け人はこちら、モノグラフ。結成当時のオリジナルフルメンバーで登場。さすメンバーそれぞれがバトルなどで活躍するヒップホップ精鋭部隊。同い年の7人の侍が集まるべくして集まったのがサスだ。チームのカラー、個人の持ち味はそのままに、センスやスタイルだけではなくパワフルなのも魅力のガールズヒップホップチームです
しれない、リアルプロモーション。東京を中心に活動、大歓声を浴びた絶品パフォーマンスを目に焼き付けよ。何かこういろんなものを見つけられる気がしてるので、一回ちょっとイメージちょっと変えてみないみたいな、ケミストリー2年ぶりの全国ツアー、リジェネレーションで事件は起きた。ステージ上に見た姿はなんとケミストリーが踊っていた。ケミストリーとダンス、今までのイメージでは結びつかない組み合わせ。以前はこんなことを言っていたが、ダンスは踊られたことありますか？好きな程度です。うわ、はい、でも大体こうそうですね、三日坊主的なところで。だが、豹変、二人はダンスしていた。しかも激しく。なぜ今ダンスなのか。10年目を迎えるときに、自分たちがどういう姿でいたいかとか、どういう場所で歌っていたいか、どんなサウンドって思った時に、やっぱりいい意味で今までの自分たちを壊すっていうことが必要だなと思ったんですね。ケミストリーの5年10年先をイメージした時に、なんか今までの自分たちの、まあ、やってきた音楽っていうのはまた新しいこう要素を取り入れてなきゃちょっとなんか先が見えなかったっていうか。ケミストリーといえば何を置いてもまずはその歌声、デビュー以来変わらない歌への思い。臆病な僕たちは目を閉じて離れ、伴った人気、セールス、キャリアを積み上げ築いた確かなステータス。しかし今彼らはダンスを選んだ。一体何のために？目で見て伝わるものだと思うんですね、ダンスって。あ、こうアッパーのものでこういう風に思いっきり歌いたいっていうところで、思いっきり歌えばやっぱりその分その思いはこう届くと思うんですけど、やっぱりそこにもっと激しいその振りだったりそういうダンスが加わることでさらにこう強いものになると思っていたので、表現がさらに増す、なんか発声とか変わるかなとか結構思ったりもしてて、僕前から結構その R&B ものを歌う時って結構こうやっぱり乗りながら歌った方がやっぱりその
細かい節回しみたいなところもなんかこう絶対うまく歌えるんだろうけどちょっとどういう風に動こうかなみたいなのがちょっとあって。ケミストリーにとって未知であるダンスの世界、そこで協力を仰いだのが「どこかで見た顔」、確かにヤツだ、カリスマカンタロウだ。ケミストリーの依頼を受け、カリスマもプロジェクトに参加することに。どうしてもいいし、いろんな波紋が起きると思うんですよね。その今までケミストリーを好きな人、新しいケミストリーを好きになる人、ダンスをね、もともと好きだった人、ダンスいらないと思ってる人、いろんなところでいろんなことが起こるんじゃないかなと思ってるんですけど、彼らが選んだ道の中でダンスを選んでくれたのもあったし、僕らとしてもそのダンスと音楽のこの密接な関係とかをね、すごく作りたかったんで、今回お互いにとっても次のそのステップになるようにいい形に進めたらなっていうのはすごい思いますね。バックダンサーの発掘、選定からケミストリー自身の取り組みに対するアドバイスまで、カリスマは2人の企みを全面バックアップすることを約束した。ここから全てが始まった。ケミストリーの決意、そしてその裏にあった壮絶さまでの努力の軌跡が次週明らかに。カリスマ、今非常に恥ずかしいです。まさかですね、こんなところで、フィッシュダンスをしないといけないっていうことはね、ストリートで生まれたらストリートは綺麗にしなきゃでしょ。はい、行きましょう。クリーニングビーボーイン。おお、何をやる、何をやる、何をやるんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、結構汚してる。ちょっと待って、今のさ見た、落としてるから余計に広げて、ほらこうやって公園は綺麗になってくるんだぜ。T シャツを3名様にプレゼント、これを着ればストリートの主役だ。